どうも皆さん、こんきき、今日もアニメレビューの時間だよ。本格的に冬になってきたな。私は今年マフラーを買うかどうか悩んでるよ。買えばええやん。いや、なんかマフラーって嫌いなんだよね。こう首にまとわりつく感じが。それがマフラーってもんやからな。あと、なんか素材によってはチクチクするし、結局、ああってなって使わなくなることが想像できちゃって、マフラー買えないんだよね。手編みのマフラーとか上げがいがないタイプやな。ああいうのはつけなきゃいけないっていう縛りが発生するから結構重いよね。その重さを受け止めるのも愛情ってもんやで。そんなわけで、今日のレビューはこちら、てっぺんだよ。おい、エクスクラメーションマークが多すぎる。このびっくりマークは、メインキャラの人数を表してるんだ。えい、いくつあるん？ 1、2、3。15人だよ。多いな、ソシャゲ原作アニメなん？いや、この作品はコミカライズが先行してやってるけど、一応1クールのテレビアニメオリジナル作品で、ソシャゲ展開は予定されてないみたいなんだ。1クールで15人がメインキャラって多すぎへんか？メイン回が1回もでけへんキャラもおるやん。この作品、漫才をテーマにした作品なんだ。この世界には、てっぺんグランプリという M1 みたいな大会が存在して、しかも、トリオ漫才限定なんだ。トリオ自体が少ないのにトリオ漫才限定ってすごいな。現実なら、東京03と我が家とロバートとネプチューンで争うんか、それはちょっと見てみたい。まあ、女性限定みたいなんだけどね。なおさらハードルが高い。トリオでしかも女性限定って、森三中と三次のヒロインしか思いつかへんわ。そんなてっぺんグランプリの優勝を目指す少女たちの話なんだ。ちょっと面白そうやん。まあでも実際はほぼてっぺんグランプリは関係ない。はえ、そもそも漫才もほぼ描かれない。どういうことや。このアニメは女の子の可愛さをお楽しみいただくため、邪魔にならない程度の差し障りのない会話をお楽しみいただく番組ですってことですか？うん、まさにその通り。女子楽では略語を扱いつつも、枕として略語を使ってたくらいだったけど、この作品も同じように話の枕で漫才をして、オチで漫才をする感じなんだ。本編部分で漫才をしとるわけやないんやな。あくまでも日常系ってことですか？やりたいことは、女子楽的なことはわかるんだ。あらかじめ言っておくと、ギャグに関しては人によって笑える笑えないの差が大きいし、センスや好みが出る部分ではある。せやな、100人いて100人笑うってことはないもんな。そんなセンスや好みが分かれる部分ではあるけど、少なくとも私はこの作品で一度も笑わなかった。ええ、関西人は日常が漫才みたいだってよく言うでしょ。この作品はそういう感じで、彼女たちの日常会話そのものを漫才のようにしている感じなんだ。なるほど。ものすごいハイテンポに日常会話の中でボケとツッコミが展開されてるんだ。確かに聞いてる感じは漫才を聞いてるようではあるんだけど、演じてる声優さんが必死にテンションを上げて声を大きく叫んでるようなボケとツッコミを30分聞かされる。なんか疲れそうやな。例えばこんな会話があるんだ。メインユニットのうちの一つが、駅前で練習をするしないで揉めてる。なぜ駅前で練習したくないのかと聞くと、うちな可愛いやん、駅前でネタの練習なんてしたらうち目当てに人が集まって数万数十万になって神様的なものに祭り上げられてしまう。ここがボケ。はいはい。それに対して勝手になったら映画な神様的なものにと突っ込む。ううん。ギャグをこうやって解説するとつまらなく聞こえやすくはあるんだけど、実際見ても無表情になっちゃう感じなんだよね。滑っとる感じがすごい。パロディ要素も異様に多いんだよね。ギャグアニメでパロディってよく使われる手法ではあるんだけど、この作品はとにかくパロディが多い。そこまで。24、ウルトラマン7、ウルトラクイズ、水戸黄門、横溝正史、エトセトラ。多いな。アニメ、ドラマ、特撮、バラエティ番組とありとあらゆるジャンルのパロディを取り込んでるんだ。会話を詰め込んで、さらにパロディを詰め込んで、キャラも詰め込んで、怒涛の勢いでそれを描くことで面白さを作り上げようとしてるのはわかるんだ。なんか詰め込みすぎて疲れそうやな。話の当たり外れが激しいんだよね。あくまで私の感覚だけど、たまに、お、今回は面白いかも、みたいな回があるくらいで、8割は微妙。外れの頻度がやばい。序盤は、各ユニットの話が順番に描かれていくんだけど、その中でギャグに徹底するならともかく、たまに、なんかこう、いい話につなげようとしてるんだよね。人情話にみたいなもんですか。笑うに笑えへんな。15人全員を描こうとしてる感じがあるんだ。一応、メインとしては、ヤングワイワイというユニットが中心にいる感じなんだけど、他のユニットも、宇宙人、茨城、セレブと、なんとなくの属性しか印象に残らない。宇宙人。結局キャラが多すぎるんだよ。しかも、1話から関係性が完成されてしまってるんだ。すでにユニット組んどって仲良しってことですか？一応、回想シーンで出会いとかユニット組んだきっかけとかは描かれるんだけど、そもそも1話の時点で彼女たちは地方予選を突破してしまってるんだ。いや、その過程が見たいんよな、本来は。なんか、こう、オリジナルアニメの1期の1話のはずなのに、2期の1話を見てるような物語の途中から見せられたような感じが強いんだ。なんかこう微妙やな。途中でも、
キャラが少なければ話が進めば印象がついて、過去回想を挟みながらキャラへの思い入れを深めることはできると思うんだけど、何せ5つのユニットで15人もいる。キャラクターをさばききれてないんやな。まあブシロードさんのアニメだからね。ブシロードが手掛けてきた他のアニメと同じように声優さんがバンドしたり DJ させたりしたいんだと思うよ。この作品では声優さんにイベントで漫才させたいってことですか。だからこそのキャラの多さなのはわかるんだけど、結局根本はアイドル系アニメで、それの変化球の見せ方でしかない感じなんだ。もうその体の破色症気味やな。1クールの終盤でようやくてっぺんグランプリの本戦が始まるんだけどさ、この展開もかなりひどかったんだよね。どういうこと。メインであるヤングワイワイが予選敗退してしまって敗者復活戦に挑むって展開になるんだ。でもトラブルが起こって会場に間に合わない。あらら。そんな移動中の電車の中で彼女たちが普段通りの会話をするんだ。それが SNS でバズって敗者復活戦を勝ち抜く。はっ。その会話自体が別に面白くもなんともないし、他の真面目に漫才をした他のユニットがいたたまれない感じなんだよね。結局最後まできちんと漫才はせえへんのやな。ピン芸人でもコンビでもなくトリオだからこその漫才の良さみたいなものは一切か感じないし、せめて1話15分くらいならこの勢いやネタを楽しめる部分はあったかもしれないけど、30分はいろいろな意味できついと感じてしまう作品だったよ。アニメでお笑いっていうテーマはなかなか難しいのかもしれへんな。キャラクターデザインはいいんだけどね、作画はやや不安定なところもあるし、可愛さを楽しむって感じでもないんだよね。まあギャグに関しては好みはありますし、刺さる人は刺さるかもしれへんな。ではまた次回。じゃん。